出口先生がただ読みに入るらしいじゃないですか。うまいなと思ったし、まあ何が飛び出すか本当に楽しみにしてほしいと思いますよね。予備校の負の部分もいっぱい見てきたじゃないですか。そうですね、本当にドロドロの世界を見てきましたね。もう夢中になってついてくる子供たち見て、あ、かわいそうになってずっと思ってきましたよね。では始まりました、むつきチャンネルです。さあ、今回ですね、出口先生においでいただきました。よろしくお願いします。いやー、びっくりしましたよ、出口先生がただ読みに入るらしいじゃないですか。そうですね一応入ることになるのかな、はい、現代文を教えるんですか。いや、顧問という形で頼まれてるので、はい、講師ではありませんので。あの発表にあった顧問っていうのは出口先生だったわけですね。実はそうだったんですよねすごいことになりましたね。1月1日から顧問就任ってことなので、はい、まだ顧問にはなってないんですけれども。なるほど。じゃあ、はい、これ1月1日からはもう本当にただ読みの顧問ってことになるんですね。そうですね、全力を挙げてただ読みのためにね、貢献できたらと思ってます。すごい。どういうふうに入るきっかけだったんですか。社長が僕の森田先生辞任の動画を多分ご覧になったんだと思いますよね。あ、そうですね。ただ読みってあるから当然ね、こう関連動画出てくるんで、ちょっとね、ごちゃごちゃがあったので、なんとか体制を新しくしたいけれども、誰がいいんだろうかってことで、じゃあこの先生にお願いしようかなっていうふうに思われたんじゃないのかなと、あくまで僕の推測ですけども。そうなんですよ、僕じゃないんです僕がね、多分ね、普通に考えたら入れたんじゃないのって思われると思うんですけど、この件全く関係ないです。そうです、僕もびっくり、そうですね、驚いた。社長から直接の話ですから、なかなかの衝撃でしたけども、出口先生であれば、まあね、いろんな講師間のね、ごたごたを解決できるというか、解決するかどうかわかんないですけども、どの先生とも年齢がだいぶ違うんで、変なライバルにはならないというか、それと今までの長年の経験とか、いろいろ人脈とかいろいろあるんで、いろんな若い先生をちょっとでもこう売り出すような手助けができるんじゃないかなと思ってますよね。そうですね。他教科でもね、予備校講師たちって争いが起こっちゃうところなんでね、本当に。今の話でも言われるのは、やっぱり現代文に関してはソウ先生という本当素晴らしい先生がいらっしゃるんで、僕は現代文の講義はやるつもりはないし、ただ勉強法とかね、論理とかそういったところはね、皆さんにいろいろお伝えできたらと思うんですけども、現代文に関して言うと、もうソウ先生をバックアップするような、こういう立場だからこそ講師じゃなくて顧問なんですよね。すごいですね、元講師の現代文2人がそうですよね。それぶつかるんじゃなくてタッグを組んだっていうふうに考えてもらったら分かりやすいかもしれませんよね。そうですね、ソウ先生のね、授業が出た時、出口先生からね、メッセージいただいて、そうですよね、本当にうまいなと思ったし、うまいだけじゃなくて根本的なところっていうのは、表現の仕方はね、人によって違うんだけど、根本的なところっていうのは僕と全然矛盾しないなと思ったので。まあそうですね、やっぱ教育の畑、そして経営者としての畑もありますから、そういった意味でね、多分いろんなアドバイスを、ね、経営者っていう点、多分僕はもう一つ相談役みたいな形をお願いされてるのは、どうもね、皆さんのコメント見てると、運営会社に対してすごく冷たいんですよね。なんかありますね、そういうのって、ただ読みだけじゃなくていろんなところでありますね。そうですよね、運営批判っていうのはなんかゲームとかでもすごいありますね。なんかこう悪者みたいにこう思ってしまうっていうか、で、僕は予備校を作ったり出版社を作ったりで失敗したり、あるいは経営危機っていうのを何度もこうあって乗り越えていって、だからある意味で、例えば会社だったら社員よりも経営者の方が辛い部分がある。大企業の本当にお金がいっぱいあるところは別個として、中小のちっちゃいところだったらば社員全員の生活をずっともう面倒見なきゃダメであって、で、大抵お金を借りて運営するんですよね。と、社長が連帯保証人になるっていうのはもう常識であって、ということは倒産すると社員は別の会社に行けばいいんでしょ、極端なこと言ったら。ところが僕の場合だったらね、もし倒産するともう何億っていう借金を背負う、つまりそこから始まっていくんですよね。そういった面でやっぱ苦しみはまた違うんですよね。なるほど。だからただ呼びだって、ね、実際広告収入ってわずかなもので、あんだけの先生を集めてやってるってことは、これもう全部持ち出しなんですよね。だからそこをなんとか考えていかないと、いい教育を届けたいという、ね、こういった気持ちでやられたと思うので、決して経営者が悪者っていうわけではない。だから先生も経営者もみんな一緒になって初めてこういいものを届けることができると。だから僕は経営者、社長の相談役にもなるし、先生の相談役にもなって、これが顧問かなと思ってお引き受けしたんですよね。なるほど。じゃあ今後はそういった形でやっていくそうですね、具体的な仕事ってでもあるのかな、ね、どういうふうになるんですか。顧問っていうものなんか、はい、あんまり予備校に顧問ってあるんですか。そもそも予備校それぞれまあ大きなところってあるかもしれませんけど、あんまり聞かないですよね。なんか僕もどういう仕事なんだろうって思って、ね、いや僕も分かってないです。ただまあ社長が自ら自分の相談役になってほしいっていうのと、うん、先生方の相談役にもなってまとめ役になってほしいっていうのが正式に来て、うん、それはまあ顧問の仕事なんですけども、はい、しょっちゅう相談ごときますね。そうなんですね。まだ顧問になってないのに早いそうですよね。それぐらいやっぱりいろいろ悩んだり大変なこと多いんじゃないかなと思いますよね。まあ出口さんだったらねまとめられると思うのでね、まあ、まとめるとかそんな立派なもんじゃなくて、はい、話をね聞いて、はい、いい形でこう社長に伝えたりとか、はい、僕のできることはまあやってあげたいとかっていうのは、まあ、バックアップができたらいいかなと思ってます。あとねもう一人先生にちょっとお願いだからこっちの方も出てくださいとかいうお願いとかなるほどなるほど、はい、そうですね。まあ PR 面も重要ですからねやっぱね。そうですね。でまあ僕は出版社も経営してるんで、はい、PR というか漂びをよりよく知ってもらうとか、うん、若い先生をよく世の中の人にもっと知ってもらうような、うん、ね、この辺りはちょっと貢献できるかなと思ってますので、まあ何が飛び出すか本当楽しみにしてほしいと思いますよね。そうですね。根口先生もこの業界長いですからもうやっぱりいろんな人とのね、はい、つながりもあるじゃないですか。そうですね。それらも見えて、まあ僕がねできることは何でもしてあげたいなと思ってます。なるほど。やっぱ予備校の負の部分もいっぱい見てきたじゃないですか。そうですね。こういうのも YouTube で、まあ、僕が見てきた事実だけは語ってるんですけども、はい、これ何かってやっぱりこの業界を長く見てきて、うん、しかも本当のど真ん中で、はい、裏まで見てきたで、なおかつ自由な立場でこう言えるってそういないと思うし、まあそういう意味ではやっぱりこの教育とか予備校業界を考えるためのきっかけとしてまあこういうことはねどんどん話していった方がいいんじゃないかなと思ってるんですよね。そうですね。根口先生もやっぱ講師のこのぶつかり合いとかたくさん経験してきましたもんね。いやーもう本当にドロドロの世界を見てきましたね。言えることあります？ちょっともうこのチャンネルを見てる人個人的な批判っていうのは僕は、ね、はい、一切したくないので、これは言えないんですけども、やっぱり人気講師の一部の人っていうのは、はい、悪魔のささやきをするんですよね。何かって言ったらば、悪魔っていうのは人間の欲望を満たしてあげる代わりに魂を奪ってしまうと。じゃあ受験生の欲望は何かって言ったら楽をして合格したい。はい、そうですね。はいはい。そこをささやくんですよね。自分だけ特別のテクニックを知ってあげようとか。こんだけやればもういいんだとか、いかにも楽して合格できるようなこういうことをこうさせあいて人気を集めて魂を奪ってしまうと。でそういう先生が結構人気講師の中にたくさんいて、すぐ分かります。それはただまあ批判はできないんだけども、そういう先生にもう夢中になってついていってる子供たち見て、ああかわいそうになってずっと思ってきましたよね。そうですよね。実際そんな簡単に受かれるかって言ったらそうですよね。受験は甘くないですからね。予備校辞めてったのも今受験は甘くないと言ったんだけど、僕はだんだん考え方が変わってきて、受験という枠で捉えることがなんかこう窮屈になって、あるいは受験をゴールとして捉えることが、だんだんつまんなくなって、幼児教育の方行ってるんですけど、要は本当に生涯学べるような受験という機会を通して学ぶことの面白さとか、あるいは面白くなるためにはやっぱり力が必要であるという、そういう本当の力をつけて生涯学べるような、ね、こういった人間を育てることができたらと思うんですよね。そうすると悪魔のささやきっていうのはもう僕にとってみれば、まあ、一番反対の方向かなというふうに思ってます。そうですね。そういった形で、いやーこれから漂びでそういったことをねこう無料で提供できるっていうね。ですから漂びの新しい先生、あるいは今いる先生っていうのは悪魔のささやきの先生ではないですから、うん、本当に、ね、力を皆さんの力をつけてくれるような素晴らしい先生ばっかりなので、ね、そういった、ね、先生方あるいはそういった漂びっていうのを僕なりにこうねバックアップできればと思ってます。なるほど。ぜひぜひじゃあこれから期待したいと思いますので、はい、これから出口先生がどんな、ね、企画をやっていくのか、ぜひ期待してください。はい、ということでですね、今回は漂びに加入するか出口先生においでいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。